テンションファブリック、それはジョイントしたアルミフレームをファブリックで包み込むだけの軽量で設置簡単なディスプレイです。イベント会場では数人いれば巨大なバックパネルも施工業者なしに最短10分程度で設置が可能。またファブリック面のグラフィックの再現性も高く、ブランディングにも効果的。専用ソフトケースに収納でき、持ち運び簡単で繰り返し使えて保管場所も取らないのが特徴です。バックウォールとして主に使用されるタイプにはストレートタイプ、カーブタイプ、U スタンドタイプ、S シェイプがあります。ストレートタイプはベースが必要ですが、その他のタイプは自立します。またストレートタイプは幅も高さも自由自在に製作が可能。6メートルを超えるような大きなタイプも製作することができます。専用の LED ライトをはじめ、モニター設置用のフレームや棚やテーブルなど豊富なオプションを組み合わせて自由自在に演出が可能です。バックウォールだけではありません。他にも円柱形のシリンダータイプ、スクエアタイプ、トライアングルタイプなど各種タワーもご用意。高さ 3.6 メートルなど、イベント会場でインパクトのあるサインとしてご使用いただけます。他にも、ノート PC が置ける展示台とモニタースタンドが一体化したメディアスタンドテーブル、iPad とカタログスタンド、モニタースタンドが一体化したメディアスタンド、アルミフレームの特性を生かした S シェイプスタンド、さらにモニターの取り付けが可能な S シェイプメディアスタンドなど様々なタイプが揃っています。他にも、iPad が取り付けられるテンションファブリックウィズ iPad スタンド、さらにカタログスタンドが付いた仕様などもあります。また、着替えスペースやストレージにも使えるクロークタイプやカウンター、パーテーション、3D 立体型タイプや朝顔のような円錐形のタイプ、シャンプーの形をしたモニュメントやシェルのような形状、ラウンド仕様など様々なタイプや、イベント会場の入り口を飾る巨大なアーチなど、イベント会場を彩るアイテムを豊富に取り揃えています。またこれらを組み合わせてイベントブース全体の構成が可能です。こちらはテンションファブリックブースユニットですが、今回の出展は1コマ、次の出展は2コマなど、来年は4コマなど出展するコマ数が変更してもユニットを追加、変更するだけで対応できるのも画期的なシステムです。出展するイベントに応じてグラフィックを差し替えることにより末永く使用できます。テンションファブリックディスプレイの魅力を分かっていただけましたでしょうか。お問い合わせはディスプレイジャパン、レーズヌーベルまで。